すごいなっていう、このスポンジがすごいのか、なんかこのファンデーションがすごいのかがちょっといまいちよくわからないんですが、はい、年を重ねる美顔器となるメイクアッププロデューサーのショウクです。はい、皆さんこんにちは。はい、今日は、はい、どんどんね、秋口になると乾燥肌になる方って多くないですか。で、乾燥になって皮が少しめくれたりとかして、ファンデーションのノリが悪いわとか、普段ねしっかり塗ってたのになかなかねファンデーションがこう浮いてきてしまうとか、下地までは良かったんだけどファンデーション塗るとなんかこう仕上がりが良くないっていう方に、今回こちらプリマビスタからこの砂漠肌の方に救世主ということで、美容液バームのファンデーションと、じゃんローラーでねつけるっていうファンデーションが出たんですよ。はい、で今回これ発売する前からどういうことと思って本当に綺麗に塗れるのみたいな感じで思っていたので、はい、今日ね早速9月、9日に発売ということで発売日に、はい、買ってきまして、はい、検証動画を撮っていくことにしました。はい、もう本当に、皆さんそうカサカサしてベースがねうまく塗れないっていう方に、コロコロしてね本当に綺麗に塗れるのかということで、今日はね、皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、気になってる方はですね、ぜひ最後まで見てください。で、プリマビスタさんって本当にね、崩れないっていうことで、乾燥崩れだったりね、油脂の崩れだったりっていうことで、肌別でね、崩れないっていうね、原因を突き止めて、結構マニアックな、はい、ブランドさんなんですよ。そこでまたね、見たこともないものを出してきたっていうことで、とっても私もドキドキしてます。はい、では早速いってみよう。はい、つけていきます。まずベース、はい、同じプリマビスタのスキンプロテクトベース乾燥崩れ防止の、ラベンダーの方の色を、はい、つけていきます。はい、塗れました。いよいよです。はい、私も本当に初めてなんですよはい、こちらの方ね、これこう一体型になっていて、でこれ間違ってね、私これがついてないと思ってこれ別にまた買っちゃって、これ2つ今あるんですけど、まずこちらの方のプリマビスタのサイトを見てこの使い方をねしっかり見たんですけど、こすらず均等に塗れるっていうのがいいっていうことなんですね。あと柔らかくてコロコロ転がる、うん、確かに引っかかりがないから良さそう。でコロコロやることによってツヤ肌ができると。でこんな人におすすめっていうのは書いてあるのは、かさつき肌の人だから、すごく乾燥してる肌の人とか、もう本当にベースを塗った時につるっとしてるんだけども、ファンデーション塗った時に皮がねちょっとめくれちゃったりとかする方っていうのにすごくいいということなんですけども、まずこすらず塗れるっていうね、この低摩擦の、はい、これをちゃんと塗れてるのかな、1、2、3。でもね、なんか見てるともっとしっかりついてたよね。あ、ついてきたかな。もうちょっと力込めないといけないのかな。正解がわからないあ、でもちゃんとね濡れてきた。まずはしっかりローラーにファンデーションがつくまでやろう。こんな感じ。あ、綺麗に濡れてるね。いけそうです。ちゃんとついた状態だったら3、4回って言ってたんで、はい、まず頬の部分でねやっていくみたいなんですね。でまず頬を行ったり来たり、はい、で残ったのを小鼻にと言っていました。どう？ここまで行かないといけないよね。こんな感じ。あ、どう？綺麗？
でまた 3,4 回やって、でそこからこうやってたよね。はい、細かいところはね指でやるのかな。はい、今こんな感じです。ナチュラルになってる感じかな。もうちょっとスポンジにしっかりつけてからやってみます。あのネットで見た時はこのぐらいの色になってたので、このぐらいの色になってからやってみようかな。はい、あ、このぐらいついたらちゃんとついてるかも。これ慣れるまで時間かかるかもしれないね。うん、でまた3回ぐらいやって、ジグザグに、はい、でここも貼りました。うん、鼻はね難しいかも。はい、こんな感じになりました。で最後鼻筋な感じかな。はい、こんな感じです。ただちょっと塗り方が甘い気がするのでもう一回。あ、なんかだんだん綺麗になってきた。はい、こんな感じです。あとちょっとこういう細かいところは指でやっちゃった方がいい気がする。お直しがしやすいかもね、柔らかいから。はい、こんな感じです。ちょっとねこの辺の私のあの乾板が隠れてないのでもうちょっとやってみようかな。ちょっと同じところに重ねてみます。あ、そうするとカバー力は上がりますね。こんな感じです。ちょっとあの使ってみた感じでいうと、あの均等につくっていうところで、はい、あの見た目はね綺麗な気はするんだけど、あのコツがいるはい、最初はやっぱりねスポンジにあんまりこうしっかりつかない、ベタっとつかないのがやっぱりいいのかもしれない。でしっかりこう何回か転がってるとしっかりファンデーションが乗っかってきて、なんかこのフラットにしてくれるっていうか、だから毛穴が結構開いてたりとかこう毛羽立ちがある人にはすごくいいのかもしれないと思いました。はい、こんな感じだったんだけど、このねあの何がいいかって、普通これってペンキとか塗っててもその端々が結構筋ムラがついちゃったりとかねするじゃない。それがすごい均等に綺麗についてくれるっていうのはすごいなっていう、このスポンジがすごいのか、なんかこのファンデーションがすごいのかがちょっといまいちよくわからないんですが、発想力がすごいすごい、なんかすごいすごいしか言えなかった今、ボキャブラリーがないね。はい、でこのスポンジはあの外れて、はい、こちら外れて、洗える状態になっております。あとあのスポンジとかだとねどうしても手が強かったりすると強弱がついちゃうけど、これ転がすだけなので、逆に今私はあの今ちょっと慣れるのに時間かかったんだけど、自分のファンデーションがどうしてもムラになりやすかったりとか筋ムラがついちゃう、ファンデーションがねうまく乗らない時とかっていうのは意外にいけるのかもしれない、綺麗になるのかもしれない。で均等にねわーっとつけた時に 肌のこのデコボコ感っていうのもこう綺麗に埋めてくれるので、はい、綺麗かなと思います。バーム型のファンデーションだそうなので、こうやってつけててもすごく滑らかなんですよ。はい、なのでお化粧直しをする時もすごく便利そうです。で私はあのこの色は、はい、05で一番あのトーンがね暗い色を選んだんですけど、塗るとねあのそんなに暗くならないので、はい、
私はね色が白くないので、はい、一番暗い色にしたんですけど、どうですか、色合ってる感じかな。はい、じゃあメイクをしていきたいと思います。はい、でここからメイクをどうしていこうかっていうところで、せっかくなのでパウダーはまた同じねリナビスタを少し、つけていきたいと思います。はい、で今回はせっかくねちょっと透明感が出てっていうことで、今日はこちらの方、ビセのリシェの方を使っていこうかなと思っております。はい、久しぶりに使います、ね、黄色、最近ね茶系とか、はい、あのボルドーの色やっぱ秋口になると多かったので、たまには明るい色使いたいじゃない。はい、でピンク、ピンクをよいしょ縦に入れていきます。こちらの方ねベージュの色を入れていきますね。はい、際の方にまず入れていきます。で今度は目頭の方、はい、入れていきます。そしたら今度はちょっとねチップの大きい方で隣のパールがね少ない方の色を入れていきます。ちょっと二重幅に、はい、そしたら今度チップの細いところでラインを作っていきます。際をね濃くすることによってこの立体感が、はい、目の際をぐっと中にね入れていく効果があります。はい、そしたら目の下を入れていきます。目の下にね影ですね、で入れてから横の色を今度ちょっと外側に入れていきます。ちょっとねアイライン風に少し外に出していきます。じゃあ、チークはこちらのフーミーのシングルブラッシュエリカピンクということでね、肌になじみやすい色、はい、これを入れていきます。今日はちょっとね中心に入れてちょっと丸く入れていきます。で丸く入れた後に上にで少しずつ重ねていきます。ちょっとね今日はチークの方がポイントになるように入れていきます。エトボスプラモピンクの色、今年はねくすみピンクすごく多いんですけど、このエトボスのねちょっとプラモピンクすごく可愛い色、だと思いませんか。はい、でここから、はい、眉毛をね整えていきたいと思います。すいません、アイラインの方を先にね入れていきます。これキャンメイクで新しくね出てたんですけど、ラスティングリキッドアイライナー08番、ブラウンマロンジュということで、誰でもスイスイかける筆タイプのリキッドアイライナーということで、ちょっとね目尻跳ね上げラインも簡単って書いてます。ちょっとねちょっとずつ、わかりますか、結構ね下の方まで描いちゃうと私たちはね結構下がってるので、ちょっと手前の部分からはい引き上げて、この中心を結ぶようにして三角形に入れていきます、はい、そうするとちょっとだけ跳ね上げた状態のねアイラインが入ってきます。真ん中までちょっと引いたら下から押さえるようにしてまつげとまつげの空間に出ていきます。そうするとここは中からこっちは外からっていう感じで目が大きく見えます、
でちょっと跳ね上げた感じになります。で跳ね上げた時に気をつけないといけないのが、キュンってなっちゃうんじゃなくて、この下のね、自分のラインがありますよね。この下のまつげが入ってるこのラインがそのまんま延長線上に入ってくるようにラインが入ってくると自然に見えます。若い子はね、全然違うところにキュンって入ってても可愛いんですけど、私たちの目はね、自分の丸みを考えて入れてあげるととても似合ってきます。はい、そしたら、有形、はい、こちらの方はメイベリンのブローインクカラーティントディオ07、これミルクティーブラウンです。気に入って2つ違う色も、はい、揃えちゃいました。はい、でこちらのミルクティーブラウンの方がちょっとブラウンが強い感じになっているので、今日はねちょっと平行眉にしていきたいかな。平行眉にするときは下のラインをちょっとずつストレートになるように描いていきます。これがすごいの、ここで眉マスカラがあるっていうのが ね、ちょっとミルクティーの色しているのでちょっと淡くなる感じ、ね、旅行の時便利だと思うので今度の出張の時に持っていこうと思います。はい、ビューラーしていきます。そしたら、はい、では髪の毛直していきますね。はい、どうですか、こんな感じになりました。はい、さっきね一番最初使った時はなんかこう慣れてないと思ったんですけど、しっかりこの時間経ってこの上のバームもいい感じでね馴染んでくると、はい、一番最初はやっぱりこのローラーもファンデーションも新しいのでなかなかつきづらかったんですけど、時間が経ってちょっとね室温に合ってきたらすごいつきやすくなって、ファンデーションも均等に、はい、取りやすくなった状態で、はい、こちらの方にねこうやるとものすごく簡単に綺麗にのせることができることが分かりました。はい、すごいなと思って、はい、なんかね初めそんなの大丈夫って思ったんですけど、はい、もう顔のねプリマビスタさん、はい、いつもね夏場っていうともう崩れにくいとか皮脂に効くとか乾燥崩れに効くとか、やっぱりこの着目するところがすごくいつも着眼点がやはりね素晴らしいブランドなんですよ。で今回そこが出してきたってことで、でも本当に、ね、本当にちょっと疑ってたんですけど、すごくね簡単に綺麗に、はい、つきます。はい、で私はねファンデーション立体的につけるっていうことで、この瓶の三角ゾーンをこうね重ねていってっていう厚みで調整するのが好きなんですけども、でもこの乾燥してて本当にねファンデーションが乗らないとか言う方だったりとか、うまく私こう不器用さんで乗らないんですみたいな方いらっしゃるんですよ。すごく手が強くて、まあ、そういう方もこのローラー塗りだったら全然強くならないし、ね、そのまんまのフラットな状態でつくので、この綺麗に見えるっていうところではすごくいいと思います。この何回も重ねなければすごくナチュラルにもなるし、重ねていくとしっかりカバーもしてくれるし、で特にこの平面塗りってオンラインだとすごく綺麗に見えるんですね。はい、なのでオンラインでねお仕事される方はすっごい今向いてるかなと思いました。あと時間経ってきてもすごくね潤いがあるので、特に砂漠肌に乾燥がひどくてちょっとこう毛羽立ってきちゃう、なんかこう乗らないんですっていう方はもしかしたら救世主になるかもしれないので、チェックしてみてもいいかなと思いました。今のこれね 2,3 回やればもう簡単に、最初だけちょっと私も戸惑っていましたけど、最初だけね どうなのって思ったんですけど、はい、しっかりこのローラーにファンデーションがしっかりついてさえいれば簡単につけることができるので、ぜひね気になる方は、はい、チェックしてみてください。はい、で私こちらのケースをね、ケースとリフィール別々に売ってるんですけども、このローラーが入ってないと思って別にローラーもう一つ買っちゃったので、はい、皆さん気をつけてください。リフィールの中にローラー入ってますから、
はい、ということで、皆さん楽しんでいただけたでしょうか。また私も使ったよとか、使ってみてどうだったよとか、意見がねありましたら、ぜひとも教えてください。はい、私もちょっとね、もうちょっとこう使い込んでみて、どんな感じか、またファンデーション検証だったりとかするときにね、時間どうなっていくか、崩れ方どうだったりとか、洗った後どうなってるかっていうことをね、またちょっと使い込んでみて、いろいろ皆さんにお伝えしていきたいと思います。ちょっとでも、はい、やったみんなでよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録、いいねボタン押していただけると嬉しいです。はい、またこうイベントだったりとか、いろんなね、皆さんにプレゼント企画とか、一緒にね、なんかこう綺麗になっていこうよっていうチャレンジ企画とか、はい、いろいろね、やりますので、皆さん LINE の方チェックしといてください。はい、まだ、LINE でお友達になってない方がいらっしゃいましたら、ぜひともね、LINE でお友達になっていただいて、都度ね、お知らせしているので、ぜひとも見て、一緒に綺麗になっていきましょう。はい、ではまた次の動画でお待ちしてます。